ウラドワン用のジャンは、高知県のウラドワンの民間伝承における会議の一つ。単に、ジャンとも言う。ハラミとは、高知の海岸に並行する山脈が、湾に中断された両側の突端部と、その海峡等を含む地名である。少年向け雑誌、少年世界の前身である。日本の少年では、土佐の三不思議の一つとして数えられていた。 海の上で、じゃんと、物音がする現象であり、この音が聞こえると、量で全く魚が取れなくなるという。ある階段によれば、暗い湾内が、パッと明るくなり、落雷のように、じゃんと、音がして、湾内のあちこちに、じゃん、ワンワンと響き渡り、それきり魚が全く取れなくなったという。昭和初期においても、 裏道案で夜釣りするものは一度や二度、必ずあっている不思議な現象と言われた。ある者が昭和20年代に夜釣りをしていたところ、それまで静かだった海で急に魚たちが跳ね回り始め、月に照らされていた海面が突然真っ暗になったかと思うと、押し寄せる波と共に海底が昼間のように輝き、ジャーンという音が響き、それきり魚が取れなくなったという。 物事がダメになる、おじゃんという言い回しは、江戸時代に火事の沈下を知らせる反証の音が由来と言われるほか、この会議を由来とする説もある。これに似た話で、高知のうさわである者が夜釣りをしていたところ、そばでイルカがドボンと音を立て、釣りの邪魔をしたという話もある。ドボンも、また、ダメになることを意味する。対岸のハラミ町から望む東ハラミの大旗さん。 明治時代の物理学者である寺田虎彦は、高知近辺では、飛鳥時代に白鳳地震、江戸時代には高栄地震や安西南海地震などの大規模の地震があったことや、ハラミの地形は山々が断層線で中断されており、地殻の割れ目を示していることから、ジャンの音を地震と関連づけて考え、ハラミ付近は地震によって、地殻の歪みが生じており、 表層岩石の内部での小規模の地滑りに伴う地なり現象がジャンだと推察していた。一方で関東大震災のような大地震の前には発光現象の目撃が多いと言われ、この裏付けとして1990年にイギリスの科学雑誌ネーチャーに発表された通産省機械技術研究所榎本雄二らの実験結果によれば安山岩など岩石破壊の際には 家電粒子が多く放出されることが判明している。これらは直接、ジャンの解明になるとは言えないものの、解決の糸口になるとの意見もある。ありがとうございます。